はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の高次方程式丸4をお送りします。で、高次方程式第4弾ですね。で、今回は1問だけですね。丸1しかないので、なのでできそうな子はね、ぜひ動画を止めてこの問題ねやってみてください。で、確認してもらってちょっときついなと思う子はね、今からこの問題解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、何やっていくかっていうと、まず3次方程式がある。で、x3 乗プラス ax2 乗プラス bx プラス10イコール0と、ね、a と b が入っててややこしそうやなっていう感じの3次方程式。で、1つの解が 2-i ってことで答えを1個書いてくれてるんです。ただし、3次方程式なんで、まあ、答えは3つあります。まあ、重解の時もありますけど、まあ、3つあると。で、まず、実数 ab の値を求める。で、あと他の解、つまりあと2個あるからね、その解も求めようという問題です。で、流れとしては、先にこっちから出します。ab の値から。で、それが出てから他の解を求めるっていう流れになります。よし、じゃあ行きましょう。で、これね、すごくシンプルに考えるとよくって、答えが 2-i ってもう答え書いてくれてるじゃんか。つまり、答えだから、x のところに2、ま、あ、と、かんだね、2-i か。を代入して構わないと。だから、x イコール 2-i より代入します。いい代入。で、これ、ま、一回代入したの書こっかね。今回この1問だけなんで。2-i の3乗プラス a カッコ。2-i の2乗プラス b カッコ 2-i プラス10イコール0と。さ、展開するよ、こっから。よし、頑張るか。ちょっと待ってね、暗算でいこうか。3乗からだよね。3乗の公式使いながらやるね。まず2の3乗だから8、プラスで、マイナスか。 3×2 にがしで 12i で、次が3と2で6で、プラス i の2乗があるから、マイナス6。で、最後、マイナス i の3乗です。これ、マイナスの3乗がプラス i になるのか。はい。これちょっとね、暗算で申し訳ないんですが、3乗の公式使って展開してください。で、次が2乗を展開してから a を配るんだよね。で、まず2にがしで4だから、プラス 4a。ここが真ん中がマイナス 4i。で、a つくから、マイナス 4ai。 で、最後がプラス i の2乗、つまりマイナス1になるから a くっつけてマイナス a で、ここから平和だね。 b を配るから 2b でマイナス bi のプラス10イコール0と。合ってるといいな、これ。今こうなります。で、この後何するかっていうと、 i がくっついてるもの、 i がくっついてないものでまとめます。じゃあまず i がくっついてない方いこうか。で、いくと、これとこれ消すと2か。2で、ちょっと消すよ。で、あと 4a がある。プラス 4a シュッと、あー、3があって、 a があったら 3a だね。失礼しました。こうか。で、プラス 2b なんだけど10もあったね。ってことで、12か。はい、こうなりますね。合ってっかな。大丈夫そうだね。で、次 i の方をくくるので、まあプラスにしてカッコ、さ、 ab がくっついて、あ、これ消してないね。これが ab がくっついてて、ここくっついてないからマイナス11でマイナス 4a、 ここね。で、ここがマイナス b で i でくくると。で、イコール0となります。で、大体体が、これ多分途中式も書かされるので、テストの時だと。で、この後に、この部分とこの部分が実数よりって一言入れてください。だから、12プラス 3a プラス 2b、そしてマイナス11マイナス 4a マイナス b は、a と b がもともと実数なんでね。実数より、これとこれ両方ゼロになります。なぜならこれイコールゼロを成り立たせるには、ここがゼロ、ここがゼロにならないとゼロにならないからね。で、12プラス 3a プラス 2b
イコール0で、マイナス11マイナス 4a マイナス b イコール0とこうなります。で、連立解いてください。そうすれば ab 出てくるからいいかな。で、ちょっと一応やるか。どうしようかな。一応こっち右辺持ってくるか。で、3a プラス 2b これ消しちゃうね、計算終わったらね。12で b 揃えたいから2をかけてしまって 8a マイナス 2b 持ってきて2倍やから22と足し算するとマイナス 5a の10か。つまり a はマイナスウィウィウィマイナス2だね。なので a イコールまずマイナス2です。で、それでまあどっちに代入してもいいね。 a だからここに入れた方が早いか。8マイナス3持ってきて3マイナスだからマイナス3だね、といった感じでございます。これがまず AB だね。ちょっと消しちゃうね、そこの連立ね。で、今回同じ問題なんですけど、ちょっと色変えますね、途中で。で、これで AB が終わったので、次に他の解出しに行きます、こっち側。で、これどうやってやるかっていうと、AB が出てきたんで、式を AB 代入してしまいます。そうすると、X の3乗マイナス、2x2 乗マイナス 3x プラス10イコール0とこうなります、式がね。で、あとは今までやってきた勉強と同じです。これ普通に解いていきます。で、x に何か代入してイコール0になるものを見つけると、さあ1でいくとパーツ的に1,2,3,10だから絶対できないんで2か。2入れるとマイナスが強すぎるよね、そうするとね。あ、そうでもないか。2でいけるかな。2乗2っていい ?8 マイナス8で違う、合わねえな。あ、違う、6だから違うね。計算間違ってるけど合わないね。マイナス2かな。マイナス8でしょ、マイナス2だと。で、マイナス8、あ、プラス6いけたね。プラス10なったね。ってことでマイナス2です、これ。だから、まあ、筆算やってもいいし、組み立て情報どっちでもいいんですけど、ちょっと今回組み立て情報で。1マイナス2、マイナス3、10。で、マイナス2だね。で、行きましょう。まず、下ろします。かけます。足します。かけます。足します。で、0と。だから、これ元々の式。まず、マイナス2を使ってやってるので、x プラス2が来ます。で、ここの3つの数字使って x2 乗マイナス 4x プラス5。この辺がちょっとわけわかんないって思う方は、ちょっと前にね、組み立て情報編という動画を撮ってますので、そこで確認してください。で、右側を解くときっとこれが出てくるんでね、一つの解だからね。だからこれ解きましょうか。これ解くと一応途中式があるというイメージでいくと、0よりこれ解の公式でいいね。B' 半分が使えるので、2プラスマイナスルート B' の2乗4マイナス AC だからマイナス5。つまり、2プラスマイナスルートマイナス1なんで、i だね。ってことで、答え3つが、x がマイナス2。これ忘れないでね。マイナス2と2プラス i と2マイナス i です。3つの答えがね。で、2マイナス i も書いてあるから、つまり他の解はマイナス2、そして2プラス i とこうなります。いいかな。なので、まあ流れとしてはすごくシンプルで、答えが書いてあるからまず代入してみると、できっちり、ちょっとね、答えなんですけど、きっちり整理をして連立で解くと。で、AB 出てくるんで、それを入れ直してから普通の計算やと思って因数分解で解いていく。で、もともと書いてあるの、これ書いちゃうと減点食らうからね。まあ、×が減点になってしまうので、これもともと書いてあるから、他の解はその残りの2個、マイナス2と2プラス i か。今回であればね。そういう風にやってみてください。では、今回は高校数学数2の公式方程式4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、次回が公式方程式最後でございます。ね、最後に1個取りますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。